Welcome to the Coin Club! ということで皆さんこんにちは、ゆうすけです。この動画でもタイトルでもう見た通りだと思うんですけど、ポルカドットのパラチェーンオークション、これをどういうふうに参加するのかっていうことをちょっとね、DeFi のプロを呼んだので、このね、スイスボーグのアレックスに来てもらってちょっと教えてもらおうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんちょっとすみませんですけど、日本語が下手くそなので、多分間違いしてしまいますので、でもその場合はもちろんユースケが兄弟なので直してくれます。あ、もう全然完璧だから大丈夫。完璧だからいつも大丈夫。まずちょっと簡単に自己紹介。あ、はい。いいですか。スイスボーグのファザーレック様と申します。で、そうですね、東京で12年くらいでずっと住んでおりまして、そして子供も娘ちゃんもハーフ日本人とハーフ外国人なので結構その文化と日本の文化が大好きですね。もう半分日本人みたいな感じなのでまあちょっとこれのね、ちょっとアレックスについては面白い人なのでまた別の動画でね細かくやろうかなと思うけども、今日はポルカドットパラチェーンオークションやたらといろんなところでいろんな人が話してるじゃないですか。めっちゃ盛り上がってるじゃん。これって何がそもそもなんか特徴的なのかっていうのを教えてもらえますか。そうですね、とてもいい質問ですね。多分イメージとしてはイセレアムのと比べると多分いいスタートになると思いますが、うんうんうん、イセレアムはちょっとそのブロックチェーンがちょっと高速道路のイメージをして、でその高速道路の中では車がトランザクション、うんうんうん、でトランザクションとかユーザーが多すぎましたら渋滞になります、うん、で渋滞になるとそのガス手数料も多くなります。で、うん、もちろんスピードもゆっくりになります、うん、遅くなります。そしてポカドットのもちろん基本的なんですけど、ポカドットの解決したいのはプライベートチェーンを作ることで、うん、自分の道、イメージとしては自分の道を作って、うんうんうん、で渋滞にならない、なるほど、ね、ということになります。はいはいはい、そう、まあなんかイーサリアム使ってるとガス代が100ドル超えたりとかね、300ドルとか400ドルとかそういうのが結構問題視されて、 DeFi 使いたくても使いづらいよってことがあったけど、まあ、ポルカドットのエコシステムだとそういうのが起きないと。めちゃくちゃ安いってことですね。その通りです。昨日は50円ぐらいでした、そのトランザクション手数料です。あ、本当に、うん、あ、じゃあ全然違うんだ、うん、で実際あれで1個このパラチェーンオークションってそもそもじゃあ安いだけに何が特徴かっていう意味で言うと、そのあれですよね、お金をイーサリアムとかの ICO は、まあ、投資をして、それがまあ、それによって新しいトークンを買ってそれが10倍20倍30倍になることを願うっていうことが目的だったけど、でもそうするとやっぱスキャムも多いし詐欺も多いし、それでたくさんのお金を失う人もいたけども、今回の違うところはポルカドットのドットトークンを預けるとそれでそれをロックして2年間、で最終的に2年後に帰ってくるんですよね。そうですね、うん、だからリスクはすごい低いっていう理解なんですけど、あってでます、それで。そうですね。で、そしてその上にポカドットのオークションのパラチェーン100しかいないので、ああそうだ。もちろんリスク後でお話すことにすると思いますが、うん、それが2年でか、クサマは48週間のロックされてて、うんうん、オンチェーンで、だからその会社がもう詐欺とかそういう悪いことができないんですね。なるほどね。結構安全。はいはいはい。それすごいいいポイントですよね。そのお金をプロジェクトにあげるんじゃなくて、もうロック、ブロックチェーン上にされるから、そのプロジェクトのがコントロールできないってことね。コントロールできないんですね。で、草間だったら48週間。で、ドットだとまあ96週間とか。ロックしたら、それは返ってくると。で、それに応じたトークンが、別に2年間待たなくてもトークンが発生するタイミングで入ってくるということですね。そうですね。だからすっごいリスクがやっぱ低いから、日本の皆さんもねこれね、あんまり喋ってる人がいないのでちゃんとこうどういうふうに参加した方がいいのか、するべきなのかってことはやっぱり、ね、知っておくべきだと思うんで、今日は早速やり方をおさらいをしていきましょう。はい、やりましょう。やり方よくわかんないので教えてください
ということで、もうね、こっからどういうふうに、じゃあ実際にウォレットをダウンロードしてパラチェーンのオークションに参加するかみたいなところをやっていきたいんですけど、何にもわからない人、ウォレットも持ってない、コインも持ってない、そういう人ってどっから始めればいいですか？そうですね、いい質問ですね。多分3つのパターンがございますと思いますが、最初はもちろん自分のウォレット、うん、デスクトップウォレットもモバイルスマホウォレットと、うん、で最後には取引所から、うん、参加することもできます。どういう人がどういうへの方法がいいとかってあるんですか？どれが簡単とか。そうですね、一番簡単なのはもちろん取引所なんですけど、取引所の問題というのはこういうボーナスとか、そういうプレゼントとか、うん、そういうところを使うと、もうそういうプレゼントとかボーナスがもらってないというところですね。ああ、そうか、ね、ですね。取引所は簡単だけどボーナスが手に入らないと。なのでできれば、かつあとカストディアルという意味では取引所に預けてるから自分での所有権を持ってないってことですね。そういう、その通りです。ああ、なるほどね。っていう意味で言うと、じゃあ本当に自分でコインを持って参加したよっていうことは、人はウォレットを使うと。そうですね。なるほどね。一番おすすめされてるのは、うん、多分 Polkadot の js.extension という Chrome ブラウザーのオプションですね。なるほど。じゃあちょっと今からそれをダウンロード、やり方おさらいをねしていこうと思います。早速で、まあちょっとね、まず Google もし Chrome もしくは Brave でダウンロードできるんですよね。そうですね。で、今日はちょっとね、この Brave を使っていこうかなと思うんですけど、Polkadot .js extension で、Polkadot.js extension っていうのを開いて、で、この必ず正式な、ウェブサイトにこう飛んでくださいということですね。で、そこで、Firefox とか Chrome 用のやつがダウンロードできますと。なので今回は一応ブレイブだけど、ブレイブは Chrome ベースだから、これを押すと、そうするとエクステンションのストアに飛ぶので、ちゃんとね、たくさんのユーザーがいるか確認をして、これでブレイブにアッドすると。で、これでアッド OK チェッキングで、これで追加されましたと。そしてちょっとティップスなのは、そのパズルのところをクリックして、うん、で、そのピンすることもできますので。ああ、なるほどね。ちょっと、そうすると、ここに、見やすくなります。ここに常に出てくると。そうですね。いうことか。了解。で、これで、ちゃんと、Chrome なり Brave に追加されましたと。で、ちなみにリンクを下に貼っとくので、そこから飛んでくださいなと。乗ったら、これをじゃあ、クリックして、ウォレットを作るってことですね。そうですね、うん、こっちは個人情報がシェアしないとか、そのアドレスとか、そのプライベートキーも、うんうん、聞かれないという情報、うんうんうん、ご注意くださいみたいな。なるほどですね、まあ、ちゃんと注意事項を読んで注意事項でくださいってことですね。で、これでここを押すと、で、そうすると今は何もアカウントがないとなっているので、ここでプラスを押すと、そうするとこれで、ウォレットを作る画面になるんですけど、まず一番上のこれが、アドレスですよね、うん、で、こっから今下にこのウォレットのシークレットフレーズ、まあ、12のフレーズがあるんですけど、これはね、絶対に誰にも渡しちゃいけないっていうやつですよね。これを渡しちゃうとお金全部引っこ抜かれちゃうと。そうですね、お家の鍵みたいな感じ、ね、家の鍵ってことか。家の鍵。なるほど、うん、だからこれはちゃんと紙に書き留めておきましょうと。で、リカバーする時も、例えばパソコンが壊れちゃったらとか、盗まれたらとか、そのプライベートキーはいつでもリカバリーができますので、うんうんうん、とてもご注意ください。なるほど、じゃあこれは安全な場所に金庫に入れとくって感じね、うん、で、コピーしたら止めたら次へ行くと。で、例えばデスク、まあね、名前は例えばテスト1、パスワードを入れて
これで OK。 そうするとたらーこれで簡単ね、簡単ですね、ね、できたですよね、うん、でこれでもうじゃあウォレットを作るという作業はこれで終わりと。そうですね、あと、うん、あとはあのその一つのことはこちらの3つのポイントで、うん、他のチェーンも使えますね。おポカドット様なので、あのポカドットを送るときにちゃんとポカドットを選択してください。でこちらのアドレスも変更するかもしれない。本当だ、変わった。はい、なので、あ、そういうことか。このポルカドット上でもいろんなこう、まあ、草間もあるし、草間もありますね。なので草間に送ると、草間のチェーンにこのアドレスに草間を送りたいときはこの草間のリレーチェーンにして、ポルカドットのドットを送るときはこれにして、そうですね、送ると。なるほど、わかりました。じゃあ次の、じゃあこのステップとしてはこのウォレットを使ってクラウドローンに、まあ、参加するけど、そこにはやっぱお金が必要だから、そこにここに送んなきゃいけないんですよね。ということで、ここまでで、まあ、アカウントを作るというのが終わったから、この次としてはその要はポルカドットを買うっていう作業ですね。でポルカドットを買ってそれをここに送るということなんだけど、まあ、結局でもあのみんなが使ってる取引所がもしあれば、まあ、別にそこから送ってもいいし、自分のウォレットもすでに持ったらそこから送ってもいいし、だけどまあ初めて使う人もいると思うし、どこで買ったらいいのか分かんない。ポルカドットって日本でこう上場してなかったりもするので、なんかどこで買うのが安いんだろうと分かんない人もいると思うので、今日はせっかくなんでスイスボーグをね、あの使って、買っていこうかなと思います。ちなみにスイスボーグはあの世界中の取引所の中から一番安いレートで買ってきてくれるんですよ。だからあのみんなが持ってるアカウントのところが買うよりも実は安くね買えたりするので、すごいね便利だから使いやすいので、興味があれば下のリンクからね登録してみてください。でちなみにどういう風に使うかっていうのを今ねちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まずそうですね、まずは、うん、あのテザー、例えばテザーから買いますか、うんうん、じゃあテザーのボタン、あ、最初はマーケットプレイスのボタンを押して、うん、そしてあのポーカードットのところこれかこれのボタンを押しても、うん、そしてあのバイポカドット、ポカドットを買うことになりました。はいはいはい、でバイポカドットを押してそしてあのもちろんブリティッシュパウンドじゃなくてテザー、テザー、そしてオールは全部か 50% に 25% なんでもいい。ああ、なるほどね、こうやって 25%、50% オールでできるんだ。じゃあ今回 50% にしようか。OK、じゃあ次は NEXT もちろんですけど、その NEXT を押すとで、こちらリアルタイムであのその値段も書いてありますの で、そしてその Confirm Exchange 確認、うん、取引を確認することのボタンを押すと、そしてテザーからポカドットの変更 で、一番いいところ、一番特徴なのは、でも先にあのユースケさんが言ったのは、USDT そのテザーは今のところオンリアルタイムであのクラケンが一番安いドットがございます。ファイナンスより、はいはいはい、BTC よりビットフィネックスよりクラケン、今日はクラケンが一番安かったんですけど、 USDT から US ドルまでに、そして US ドルからドットまでに、で今は 0.4 秒くらいでその取引ができました。はい、や、あ、そういうことか。日によって、今日はたまたまクラーケンが安かったけど、まあ、日によっては違う取引所が安いこともあるから、その安いところを全部見つけて買えるし、ね、このなんか複雑なトランザクションに2つのトランザクションがあるけど、それも自動的にやって、そうですね、アービトラージュは自動的な感じですね、うんうんうん、なるほどね。しかも1秒以内にできると。なんで、いや個人的にも使ってるので、めっちゃね、みんな便利なので、あの使ってみてはいかがでしょうか。取ったら、これで。そしてフィニッシュで。フィニッシュ。で、そして送りたい場合は、あのもちろん、そのポートフォリオの画面また戻していて、うん、そしてポカドーツのボタンを押すと、ここの角で、あの、線、送ること。線と送るができるから、うん、これで送ると。そしたらここに、ドットのアドレスっていうのがあるから、ここが要はさっき作ったこのアドレス
この 14GAFC っていうのを入れると。そうですね。なるほどね。じゃあこれでブンブンと入れると、これで NEXT、はい、NEXT ですね。たらオールオール全部突っ込んで OK で 0.1 度取られるけど、そんな高くないよね、うん、これで OK。 それあのスキャンの気にあの気をつけてください、スキャンがいっぱいございますという伝言、うん、なるほど、ね、注意伝言、はい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 、だからちゃんとアドレスも、ね、確認をして間違いがないようにね、うん、した方がいいってこと ね。で鮮度、これでドットが送られたと。そうですね。で終わりましたそれだけそれだけこれで以上なるほど。いやめっちゃ早いよねやっぱねでこうやって見ると今ドットのアカウントが送ったからゼロになったと。そうですね。で、うん、確認すると今ペンディング中だから、そのドットが遅れる途中だから、これあの多分今ちょうどいいタイミングなんで 待たなきゃいけないから、あの触れておくと、その日本からだと日本の銀行からスイスボーグには送れないんですよね。だから多分日本からだとあのレボルートとかそのオンラインで一発ですごい誰でも簡単に開けられる口座とかをにまず日本円を送って、でそっからスイスボーグに。そうですね。あとはあの海外で住んでる住んでいらっしゃる日本人も、例えばシンガポールドルから香港ドルから、うん、ユーロあのブリティッシュパウンドとかいろいろありますね、うん、なるほどね。まあ、でも日本の取引所からスイスボーグに送ることもできる。日本取引、ああそうですね、あ暗号通貨でした、うん、暗号通貨だったらできると、うん、そうですね。なるほどね。だからまあ銀行から送るんだったらレボルート経由、クリプトを送るんだったら、まあ、取引所からそのまま送っちゃえば買えるということね。Alright, great. I hope it's gonna process soon. Yeah. Oh no. Oh, there you go. It's okay. Alright. ということで、これでせ、まあ、あのお金がね、送られましたと。スイスボーグからさっきの作ったウォレットに行きました。で、こっからじゃあ、メインディッシュの実際のクラウドローンにアクセスするっていうところなんですけど、これが、まずポルカ .js に行きますと。でそうするとこの polka.js.org があるから、そこにアクセスすると、そうするとこのページになりますと。なのでここでこのアップのところかな、アップウォレットをアクセスします。でそうするとこういうページに行きますと。でちなみになんかすごいいろんな情報があってよくわかんないんですけどこっからまずどういうふうに、まずさっきのバランスを見るかっていうと、このアカウントか、アカウントに行くと、でここまででまあアカウントまだつながってないんですけど、から何も情報がないんだけど、なんでかというとこの、polka.js のウォレットを見ると、このアプリケーションとつなぎますかみたいな話がね来てるんですよ。だからこれを OK というふうにやりますと。でこれで今 OK したんで、このウォレットがこのページに要はつながるということになったということですね。Should I refresh? Yeah. Alright. おー、来た。来た。フレッシュすると、そう、今さっきだったテスト1のエクステンションで、このアドレスで 9.42 や 4722 ドットがね、入っていると。なので、このウォレットの情報を読み込んでるってことね。これでもうつながりましたと。じゃあ。そうですね。で、うん、次の今度のビデオはみんなが、よろしければあのそのポカドットのステーキングの説明もできるかもしれないですね。ああいいかもね。うんうん。ね、次のステーション。ステーション。コメントで。コメントでよろしくお願いします。オッケー。じゃあここからどういうふうにやれば。じゃあ次はあのプロジェクトを参加すること。そうね。ですね。うん。そしたらあちなみにまあいいや。そこらはこれだよね。ネットワークのパラチェーンを押しますと。だったら、この中で、クラウドローンというのがあるから、このクラウドローンを押すと。で、ここで出てきているのが全部、今のパラチェーンオークションっていうのの
まあ、参加者たち。なので、ここに出てきたやつ全部に貢献することができるということですね。はい。で、二つ目のパターンは、例えばみんなが Twitter で、ああ、このプラチンが面白そうという気分がすると、うん、もちろん例えば、あから、クラウドローヌで、Google Chrome 探すと、直接そのウェブサイトからも、うん、参加することもできます。確かに確かに。こっからのページか、このページから全部貢献もできるけど、プロジェクトの専用のウェブページから参加するっていうのもできるって。そうです。っていうことね。ああ、なるほど、なるほど。直接。うん。まあなので、いろんな方法はあるけども、今日はじゃあここからやろうか。はい。ちなみに、どれ？そして、contribute というのは参加することという意味ですね。うん、これね。そうですね。じゃあ今日はちょっとね、個人的に。ホームページも先に教えてたんと。ああ、そういうことか。確かにこうやっぱり人気のプロジェクトだとスキャムが多くなっちゃうから逆に言うとこのページからちゃんと飛んだ方が 安心そうですね、うんうん、確かになおねじゃあ今回どうしようアカラにしようかアカラにしましょうでちなみにこの芋たくさんあるからどれを選んでいいかわからないよっていう人もいると思うんですけどそれでこのプロジェクトの中でどれがいいのかどういう判断基準で投資するのかっていうのはこの次の動画でアレックスがいろいろ教えてくれるので、もうプロだから。こういうね、情報を見るといいよとかね。なので、それはまたちょっと別の動画で、やるから待ってくださいね。OK。じゃあ、アカラでしょ？で、コントリビュート。すると、このアドレスかな、コントリビューション貢献5ドットであるけど、これ自分の好きなように変えられるね。そうですね。で、まあ、1でもいいし、2でもいいし、3でもいいし、4でもいいけど、まあ、じゃあ今後、まあ、別に5でいいか。とりあえず。で、今日は5で、ミニマム5になってるのか。少なくても多分5が必要ですね。ああ、そういうことね。だミニマムやっぱ5が必要なんだね。だプロジェクトによって変わるのかわかんないけど、一応少なくとも5ドットはあるといいと。で、残りがこれだけ残ってるよってことね。なので、じゃあ今日は5ドットを貢献するということなんで、これではい、そうですね。OK。参加。そして、サイン、ワレットのサインが必要ですね。これで、OK。サイン。これで、パスワード入れて、サイン。すると、できましたイエーイこれで、簡単に、もうね、参加ができましたと。で、どういうふうに見るかっていうと、この My Contribution っていうところが、出てくるので、赤の下に出てくるでしょ？それが今これね、5ドット、自分が入れたやつだよっていうことでくれるので、まあ、一覧でここで見えるから、自分の今の状況がすぐわかるということですね。なるほど。慣れたら簡単だよね。そうですね。結構そんなに難しくないですね。難しくない。今多分10分で全部ができたと思う。この10分以下で多分慣れたらできるはず。だから、ぜひ。って感じかな。はい。ちなみに、ちょっと一個だけ忘れないでいくと、これはポルカドットのサイトなんだけど、草間も同じやつがそうですねあるんですよね。それは、ここの左上。のここのところロゴから例えばどこだ草間こちらですね草間パラチェーンっていうのを選んで、草間そうですねを選んでまあなんかこれ適当に選ばれてるやつを選んでスイッチっていうふうにやるとこれ今回はポルカドットだけどこれで草間のページに飛ぶとで同じようなプロセスで草間のクラウドローンにも参加できるとそうですね。なるほどね。はい。なので、ぜひ両方ね、見てみるといいかなと思います。草間の方は48週間。8週間ですね。うん。エポカドットは2年ですね。2年か、うん。うん。なるほど。了解。次はリスクについてちょっとお話しぜひぜひ。そう、多分ね、見てる人の中でも、見てる感じ簡単だし、やってみようかな。だけど、ちょっと怖いっていう人もいると思うんで、ぜひ、なんか何がリスクなのかみたいな。ところそうですね。みんな多分そのリワードが結構簡単ですね。ローンして、そして2つのトークン、どっちも
ポカドットも戻してきて、で新しい token もいただけることもできますので、結構いい感じですね。最初のリスク多分というのは英語でimpermanent lossということですね。はいはいはい。impermanent loss というのは、例えばポーカードットはその2年後はポーカードットの値段が下がると、もちろんその価値がなくすことですね。まあその2年後に何が起きてるか分かんないから、まあ例えば、まあ今お金突っ込んだけど、で新しいトークンもらうけど、それの全体の、まあ、新しいトークンの価値よりもこのポーカードットの価値が落ちるのが大きかったら全体としてマイナスっていうことですね。その通りです。その通りです。なるほどね。そっちもリスクがございますが、ポーカドットの100パラチェーンしかいないので、そんなに下がるというところは僕が思ってないんですけど、もう可能性がございます。なるほどね。っていう意味で言うと、も今の説明するとこのパラチェーンっていうのは100個ありますと。でこの100個、つまりこの一つのプロジェクトが一つのパラチェーンに当てはめられるから、100個のプロジェクトしか今後は出てこないよということで、で、ってなると、この100個のパラチェーンに参加するためにドットとか、まあ、草間が必要だから、よりこう時間が進めば進むほど、何サプライショックが起きるってことですね。そうですね。こういう制限ですね。なので、まあ、どん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 これがもっといろんな人に広まると、これいいじゃんって言ってみんなドットを買うから、最終的に買いが増えて、で価値が上がる傾向になるので、そこまで心配しなくてもいいってことね。そうですね。でそして2つ目のリスクは、例えばポーカードットのハックとか、そういうすごく大きい問題になると、ポーカードットが例えばみんなの信頼ことがなくすと、それもリスクがございますが、でもそのプロジェクトは多分他のブロックチェーンも移動することもできますので、リスクももちろんこのリスクもございます。なるほどね。まあでもね、ドクターギャビン・ウッドさんなんで。そうですね。イーサリアムのコーファウンダーでイーサリアムのコード書いた人ですもんね。そうです、ね。そうそう。だから、まあ大丈夫でしょうと。全然思ってないですけど、念のため。念のためやっちゃってます。まあでも、ね、ちゃんとそういった理解は含めて、まあちゃんと参加した方がいいですね。そうですね。でも、今までみたいに、この自分のお金をこう投げて、入ってくるか祈ってるっていうような、イーサリアムと他のチェーンの ICO よりも、確実に手元に返ってくるっていうのはやっぱり大きいですよね。そうです ね。今のところは結構ムーンリバー、草間のムーンリバーを見ると、その価値がすごかったです。もう草間が戻ってこなくても、みんなが結構売り上げができました。だってもう30倍とかね。やばいです、ね、やばいよね。やばいですね。だから選択のビデオも、どんなプロジェクトを選択するかっていうビデオが大事です。ですね。だから本当にこのどのプロジェクトが本当にムーンするか月に行くのかまあそれをね逃す人もやっぱりいるので、やっぱりこの、ね、どれが一番こうどういうプロジェクトが一番こうね価格が爆発するのかっていうのは気になると思うん でそれはちょっと次のね動画でお願いを説明をお願いしたいと思います。 Thank you so much. Thank you very much. That was good. All right. あった。じゃあ最後に一応せっかくなんで、まあスイスボーグのね、まあコミュニティも見てると思うんで、あと初めて知る人もいると思うんで、なんか PR。そうですね。もちろんスイスボーグがそういう Booking.com というアプリケーションみたいな感じで、一番いい値段、一番いい流動性とか。そしてイールドもございますね。プレミアム、いろいろなプレミアムメンバーシップがございますが、今は 12% USDC ステーブルコインは 12% くらいですね。APY すごいよね。バイナンスは今 20-25% くらい。やば。結構イールドとしても使えるので、ぜひぜひよろしくお願いします。本当にこう簡単にも買えるし、かつボタン1個でそれをステークして、フロー所得をね、20% とかね、やばい時 40% とか。やばい時は。ね、あったよね。バイナンス 40%、BNB。やばいので、そういう人がね、興味は、まあ、使いやすいので、ぜひ興味があれば、飛んでみてください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思いますけど、
ぜひ皆さんね、いいね押してチャンネル登録して、また次の動画ね、楽しみにしておいてください。あと下にね、アレックスのツイッターもあるので、ぜひフォローしてください。この人一番ロンドンで本当に繋がってる人で、めちゃくちゃ重鎮なので、もうね、ボスなので。あのね、ぜひ皆さんね、面白い情報とかたくさん出したので、見てみてください。Alright. Alright. Thank you so much for coming. And then, thank you so much. 皆さんまた次の動画でお会いしましょう。それでは。Bye. Bye.